さあ、イタリアからすごいニュースが始まりましたね。ブロンジョールド。チャオ。さあ、リケ選手、おめでとうございます。おめでとう。今日はすごいたっぷりお届けしましょう、皆さん。はい。じゃあ、ブロンジョールの。もうイタリア語は取り方取りますか。やっぱイタリア語とやっぱ違うんですね。いやいや、日本ですよ。もう一瞬日本です。さて、先日のリキー選手のね。コメスタイ。え、ご機嫌、ご機嫌いかがってます。ピザ。ピザ。いやいや、イタリアっぽい。カルボナーラ。すごい試合でしたね。やばいですね。いや、アウェイで勝つのはすごいですよ。いや、すげえですよ。いいハートしてます、ほんと。素晴らしいですね。もう世界チャンピオンいいんじゃないですかね。まあまあまあ、そこは順を追っていかないといけない。彼、世界ですよ。まあまあ、でも、ユキイチ選手がね、世界レベルの選手ってのは証明されば、そうですね。されましたよね。間違いなくね。ちょっとこの試合をね、いくつか分けて、ね、はい。お二方に語っていっていただきたいなと思いますね。わしわい。よいしょ。さて、今日はいつもとちょっと入り方違うんですけど、はい、まず試合を始まる前までにいろいろな問題があったじゃないですか。ありましたね。それをちょっとね、その問題とは、ね、聞いていきたいなと思って。なんぞや。はい。じゃあまず一つ目はこれです。はい。まず1点目。はい。現地入って自爆したじゃないですか、リッキー選手。はい。それで、ミット。はい。あ、ミット打ちを、こう、やらせてるんですか、ね、相手の、ね、陣営の参謀みたいな人が受けてたじゃないですか。はい。おかしいですよね。なんでそんな。どうなんですか嫌ですね。嫌ですよね。まあ、手の内は多分、リッキー選手をね、すべて、まあ、隠してると思いますけど、はい。そう、あんなことありえないですよね。ありえないです。はい。ありえないですよね。パンチしてなかったですね、あいつに。KO で。間違えたのかって。まあ、そういうのがもう、普通にまかり通るっていうのはもう、そうですね。アウェイですよね。アウェイですね。うん、ただ、人間性なんか良かったと言ってましたね、なんか、向こう行って。ああ、はい。なんて言うんでしょう、その、イタリア人の気質というか、そういうのがね、そうそうそう。違うのかな、ありますよね。変にこう、なんか、落とし入れでやろうっていう感じじゃなくて、なんか、いい人だけど、なんか、ちょっと、教えてよみたいな感じの、こう感じでしたね、なんか。タイとか、あっちの方でやるのと、またちょっと違った。あ、違う。タイはもう全然違いますね。あからさまですよね。確かに。だから、ああいうのとかもあったんでね。びっくりですよね。もう、いきなり、アウェイの宣伝入ってるな、みたいな。そうですね。しかも、イタリア行くのにもう日本からめっちゃ時間かかるじゃないですか。はいはいはい。それも多分、減量した中で行くので、めちゃくちゃ疲れると思う。しんどいですよね。そうですね。はい。ある程度体重作ってから現地入ってますね、1週間前ぐらいだと。だって1週間前ぐらいだと、あれですか、リミット3キロとかそのぐらいしてるんですか、ね、まあ3キロ、そうですね、2、3キロ、そうですね。あ、じゃあ一番きつい時か、ね、一番きついですね、そうですね、まあ。そういった中で、まあね、いろいろな、そういういろんなとこからの、まあ圧じゃないですけどね、そうですね。それを受けながら、準備、まあ、に入ったということで。ええまあ、これがね、まず1点目思ったんですけど。まだあるんですか？まだありますよ。で何個出てくるの？ 2点目はね、これなんですけど。これ、最高ファイターの亀田アンバサダーが来て、はい、指摘したんですけど、リング。ああ。リングめっちゃ狭かったじゃないですか、最初。あるっすよね、そういうの。ありがとうございます。あるのって結構あるんですか？あ、でもやっぱり国内でもありますよ。なんかリング小さいなとか、リングの、その、上がった時にリング柔らかいなとか、これあんまり足使うとしんどいなとか、それあります、あります。広さは規定があったじゃないですか。確か 5.4 いくつぐらいにしないといけないですね。そうですね、そうそうそう。だ最低基準ですよね、今回。初め、なんか。もっと狭かったんですよね。狭かったんですよね。なんか5メートルなかったらしいですね。それやば。足使えないですよ。それ僕のジムじゃないですか。ケイジさんのジムやばいですよ。後ろ触ったらもうロープ触ったり。だから痛いんですよ。そうそうそう。あそこはもっと狭いでしょ。そうそうそう。あれやばいですよ。もう一歩触ったらあれってロープですからね。で結構みんな裸でやってますけど、背負うと痛いですからね。むき出しですかね、ロープが。ああ、そうですね。
幅はそういう、なんていうんでしょう、大きさは基準があるんですけど、その今、ケイダさんが言ったように、あ、柔らかさ。そうそう。あ、柔らかさって基準ないですか？どうなんです？聞いたことないですよ。聞いたことないですね。あ、でも意図的にそう柔らかくするとか、硬くするとかって聞きますよね。確かに。あ、広さあるんですけど、柔らかさどうなんですかね。僕はあんま聞いたことないですけど。だけどやっぱりあからさまに分かりますよ。あ、柔らかい。確かにここに、ね、柔らかいな、埋まるなとかあるんですよ。まあこれは、まあ一つの、なんかクッションを入れたりするんですけど、その、今入れるフェルトっていうんですか、あれがなかったりとか、そういうのありますよ。そうなんだ。やっぱり硬いリングってありますもんね。まあボクシングに限らず、その、あの、プロレスとかだとやっぱり音がするようにそういうふうにとかありますし、それはしない。それは聞いたことありますね。僕やっぱり地下格闘技の人はよく見に行くんで、リングでやっぱりどうしても職業な気になって触っちゃうんですよ。で、これ見たりするとやっぱりそういう感じですもんね。全然クッション性ないですよ。違うんだ。それを意図的に柔らかくするってことは、要はあれですか、アウトボクサーに不利なようにしてる。間違いなく。足を使わないですね。足を使わない。あ、なるほど。足取られるような感じですからね。埋まりますからね。硬い方があれですもんね。動きやすいです。絶対そうです。まあ、簡単に言うと、海の砂場で太くするのもんですよね。そうです。偉いですよ。なるほど。確かに。埋まりますからね。本当にそれはしんどいですよ。うん、それは、まあそういう、なんていうんですかね。工業側の方が、そうですね。そうですね。チャンピオン側が、そうですね。なるほど。まあだけど、でも、蓋開けてみれば、別に、力石選手が足つかなくても、よかったですね。そこまで。試合自体はそんな足、なんですかね、距離を取ってるようなトクシングじゃなくて。そうですね。まあ、圧はそうですね、その、マグネッシの。マグネッシの。なるほど。まあ、リングはそういうのが。で、もう一個。まだあるんですか、まあ、何個出るの、マグネッシ、ね、これなんです。はい、三つ目。あの、レフリングどうでした？試合になっちゃいました。あれひどいですよ。あれひどいですね。ケイさんどう思われました？あれなんか確か井上尚弥選手と同じレフリーなんですね、確か。ああ、そうなんですね。フルトの時一緒ですね、一緒ですね。あの時は早かったけど、今回ちょっとひどいですよ。今回ひどいですね、あれ。ちょっとダウンしたら、うん、スリップでしょ、スリップ言って。で、時間稼いでましたね、この足首回して。ちょっと笑っちゃってましたね、あれ。あれひどいですね。ブレイクでこう話した時に、あの、マグネス選手、ね、自分で喜んで、倒したのもあって、そうです。ダウンじゃないですよ。ちょっとダウンですよね、ダメで。カウント入りますよね。そうですね。取らないし、2ダウンくらい見逃しとらんか、絶対そうですね。多分買収されてますね。やっぱ金が動いてるんですかね。多分これで、ね、ジュースでも買っとけみたいな感じ。安い。イタリアだと何だ？リラ。リラですか？リラですね。100リラぐらいいってる。10リラ。ケイスさんの好きなのは？間違えた。間違えました。すぐぶっこんできますからね。間違えました。僕そういうの、疎いので、ね、知らないですよ、ね。リラって言われて。リラ、うん、なんだろうと思うんですよね。リラなんです。確かに。ね、それが、1リラが何円かはわかりませんが。あ、まあ、この辺に出しておきましょう。ああ、そうです。さて、そういった、いろいろな悪条件が重なった中で、まあ、リッキー選手がね、素晴らしい勝利を収めたんですが。すげえ。すごいな。さあ、まず、ちょっとケイさんにお願いしますか。よいしょ。まあ、担当直前に勝因はどこだったでしょうかね。勝因ですか。ええ。勝因は、僕が思うに、まあでも、まあ、総合的なことを言うと、ええ、もちろんその、リッキー選手の気持ちだと思うんですよ。最後まで諦めない。あ、言おうと思った最後まで諦めない。ここ、すー、言おうと思った気持ち、ほんと強いです、うん。めちゃくちゃ強いですね。普通にジョージやったらもう諦めてますよ。うん、レフリーはもう、最初からもう向こういた時点で、うん、まあそういういろいろな障害あるわけじゃないですか。はいはい、で、向こうの選手、トレーナーがミット持ってくれとか、そのリングちっちゃいとか、レフリーおかしいとか、嫌になってきますけど、普通だったら、それを乗り越えて、さらに試合でもガンガンマグネシア来るじゃないですか。マグネシア来るじゃないですか。はいはい、それをこうやって、まあ、迎えながら打つ。だいぶあれも、精神的に削られると思うんですよ。それを付き合って、だから顔もすごかったですね、力石君。結構腫れてましたよ。そんな打たれる選手じゃないですからね。だから。顎の付け根とかも腫れてましたもんね、試合ね。あ、目が結構やっぱすごい。この辺がすごいあれですよね。だから、結構あの状況でやっぱ戦いに行くのって相当な精神力ないとダメだと思いますね。半端ないですよ。いや、すごいなってますね。いや、日本の誇りですよ、本当に。すごいっす。さあ、ケイさんに言われちゃったみたいですよ。よいしょ。勝因は何だと思われますか？勝因は、
っぱりイケメンだからですかね。いや、まだイケメンなんだよね、彼ね。めちゃくちゃモテるんですよ。イケメン高い、身長高いし。じゃ僕、はい。僕らより大きいですよね、このリッキー選手。あ、大きいです、大きいです。あれ、大きいです。僕、175、6なんで。あ、そうなの、経済より大きいんでしたっけ、はい、大きいです、大きいです。大きいですか、はい、78ぐらいあるんですか、多分、あ、78って会社かね。確か77か78ぐらいです。高いです、身長高いです。僕、今までその、リキーシ君は、なんかその技術面ばかりを僕は、光らしてたんですけど、はい、今回がもう本当にこの全面的にこの気持ちを押し出しての、だからそういうのでまた違った力士君のそのボクシング見れたなと、すごいこう、本当に日本の誇りだなと思いましたね。なんかもうアグレッシブすごいなと思って。ラッパーみたいな。マグレッシブ、アグレッシブ。そうそうそう。今、そうですね。やっぱり、今、いや、でも本当にプレッシャー相当きついっすよ。まあその、解説でも畠山さん言ってたんですけど、やっぱりその、マグレッシーのその、なんていうんですか、見栄えがすごいじゃないですか。マグレッシーが攻めたらやっぱり、どうしてもこう、下がっちゃうところがあるじゃないですか。で、やっぱりそういう面でのプレッシャーとか、その、スタミナの減り方って半端ないと思うんですよね。また敵地ですし。ああいう中でその、結果を出してきたっていうのは、本当にすごい、なんちゅうかもう、僕が思ってた以上の、本当にもう、思ってた以上の以上の以上の選手ですね。本当に楽しみですね。彼に勝てる選手なかなかいないんじゃないかと思います。まあ、間違いなく、今回の勝利でね、日本のスーパーフェザーではもう、敵らしいかもしれない。相手いないですよ。間違いないです。最終ラウンドであんな、連打できます？できない。すごいですよ、本当に。まあ、それも気持ちも、その、もちろん、まあ、スタミナも、やっぱ、すごいですよね。あんなにいけないですもん。いけない。練習してないとできないからね。ですね。あんなプレッシャーの期待で。今回、練習はね、もう、すごい練習を積んでったんだと思いますけど、正直僕、ね、こんなこと言うの大変失礼なんだけど、このまま判定で持ってかれちゃうのかな、みたいなペースだったんですけど。いや、もう周りがみんなそうやって思ったと思いますよ。でも本人は、あれですね、絶対諦めてなかったですね、あれは。すごいですね。すごいですね。心が折れなかった。すごいっす。いやー、すごいですね。折れない。すごいっすね。強いっすよね。この心があったら、一気にね、世界に上り詰めてほしいなと思うんですが、そうですね、はい、どうぞ、ケンさん。今回特にそうなんですけど、まあ、前回の試合、前々回の試合が、なぜか、ま、試合が流れちゃってたじゃないですか。そう、それでの、その今回のこの勝利、敵地でしかも、タイトルで、もう、嬉しさ倍だね。もうそうですね。もう僕でこんな嬉しいんだから本人もやばいと思います。嬉しい、いろんな思いがあっての今回のリングだったと思うので、もうこれは何とも言えない気持ちですよ、本当に。すごい、本当によくやったおめでとうって感じです。大したもんです。まあそうですね。あれですね。もうあっちこっちの飲み屋で言いますよ。ああ、俺の後輩っつって。やべえから、みたいな。確かに。いや、でも兄弟は本当、すごいですね。いや、すごいっすね。いや、なんちゅう兄弟や。二人ともそうなんですけど、気持ちがめちゃくちゃ強いんですよ。半端ないっすね。どんな状況でも、だから強いんだなと思いました。そうですね。まあ、確かに、そこの部分は、抜けてるかもしれないですね。技術的な部分でいくとね、うまいボクサーの方いっぱいいますけど、気持ちがそれに伴ってるかっていう。そうですね。なんか二人のその絶対の信頼関係ってあるんだと思います。なんかセコンドリツイートってやっぱりこう、まあその、今回正則に試合やったんですけど、正則が前の正道の時にこう試合でこう言うじゃないですか。その的確なアドバイスがやっぱり試合で当たってるんですよね。そういう言ったことが。すごいなと思いますね。あれほど兄弟ならではの掛け声というか、あれかもしれないですよね。あると思います。さあ、素晴らしい勝利を持ってきていただいたリッキー選手です。すごい。次の試合なのか、その次の試合なのか分かりませんが、これで世界タイトルにね、ちょっと近づいたのか。もう世界行こう、世界。行こう。スーパーフェザーでも。見て。結構世界チャンピオンが。すごい人が揃ってるっていうのは、ね。いや、でも本当、世界中になって、ね、リキー選手ね、って言ってやりたいですよね。もう、ケイさん、今、あれじゃないですか。ジムに結構顔出してるみたいなんで、今度、ポケットマネーで呼んできてくれる。マネーないですけどね、僕。
そんなないですけどね。ちょっとあの、ジュース代にも出そうかな。来てよ、まあ。マネーか、なんか、好きやの牛丼かなんかで。ペーペーで来てくれるかな。ペーペーでいいです。安定で、もうすごいですよ。ペーペーでいいかなって。いや、あんまり電子マネーか、聞いたことないですけど。でも、どのチャンピオンに挑むかによってってだいぶ違うと思うんですけど、このまま行くと多分 WBC のね、あのシルバーチャンピオンだったんで、WBC の挑戦が一番。僕はでも、WBC でも WBA でも IBF でも WBO でも僕はなってほしいです。なって、ねえ、まさにくんねえってやるんです。僕は行ったんだよって。うんって。うんって。久しぶりだから何て言っていいか分からない。なかなか。扱いが難しいから、扱いが。そうですね。久しぶりだな、ちょっと。僕も遠のってますわ。さあ、こっからはちょっとサイエンスティックな話をしていきましょう。言っちゃうんですか。スーパーフェザーを。ね、なかなかその、中量級以上で、ね、世界チャンピオン、なかなか日本のね。サイエンス的に言っちゃうんだ。デンジの先生みたいに言っちゃうんですか。デンジの先生で行きましょうか。さて、スーパーフェザー級、今、チャンピオン4人いるんですけど、WBC で行くと、フォスターっていう、今、スーパーフェザー級でナンバーワンと言われてるチャンピオン。フォスター。フォスター。僕も結構動画ちょこちょこ見てるんですけど。WBC なんですか ?WBC です。ただ、もしかすると、結構ウェイトがきついんじゃないかって言われてるんで、返上して、上の階級上がる可能性もゼロ。ライト級。ライト級とか。上がる可能性があるんで、あれはまさに言うと、ナバレットって言ってなかった。でも、ナバレってあれじゃないですか。あれ僕聞いた時、デイビスって言ってましたよ。うん、そう。デイビスってどうやってやるんですか。デイビスってライト級じゃないですか。あ、ライト級ですか。ガーフォンですね。ガーフォンとデイビスですね。ライトで横にいるのは、横にいるのはデイビス。なんでもないです。間違えた。久しぶりだ。扱いがちょっと。ちょっと扱いがちょっと。何持ってたより。流れって言ってましたね。流れって言ってまでも、あれじゃないですか。暫定だったのが確か返上して上がるんじゃないですか。ああ、そうなんですね。だからそうなってくると、今言ったフォスターか、あと、IBF だと、小川選手に勝ったコルディナ。ああ、コルディナ。コルディナか。強いですね。いや、でもね、僕、相性で言うとコルディナの方がいいような気がします。本当ですか。どう思います、ね、どうなんでしょう。いや、でもコルディナもか、小川選手だってすぐ終わっちゃったんで、あの右ストレートはすごかったですね。バチコンですもんね。バチコンですもんね。わからないですね。そうですね。何があるかわからないですね、ボクシングは。まあ相性もありますからね。絶対絶対。フォスターがなぜ強いのかって僕は思うには、今回マグネシ選手と対戦して、もう典型的なファイターだったじゃないですか。マグネシ、はい、ファイター。はいはいはい。で、フォスター選手って基本的にああいうボクサーファイターで、ファイター寄りのボクシングするんですけど、ボックスで。だけど、ああいうふうに圧をかけてくるんですが、フォスター選手の方がスペック大きいんですよ。あ、身長高いですか？うん。マグネシ選手って結構、あ、ちっちゃいですね。165、6だった。見た感じ、そんな感じでしたもんね。そうですね。だから10センチぐらい。そうですね。右選手小さいんですけど、投票できると173ぐらいあるんですよね。ああ、へえ、あ、へえ。だそれで、ボクシングをやられた時に、その圧を、今のボクシングで、ちゃんとかわしきれるかと。ああ、なるほど。っていうのが一つと、あとパンチ力は、マグネシ選手も多分パンチはあったと思うんですけど、キレっていう点ではどうだったのかな。あ、でも僕、うん、マグネシ僕、いいなと思ったのありましたよ。ありました。マグネシの右ストレート、ジャブみたいに出るんだと思いましたもん。ああ、なるほど。あれ、いいな思って。あれはサウスポーの対策っていうか。うん、入ってますよね。なるほど。スパーン行くんで。たまにこうサウスポーにチェンジしてる。そうそうっす。で、マグネシとの試合になっちゃうんですけど、その、マサノリのその、左ボディ見てました。あれ、すごいなと思って、中間距離でバンバン入って、あれ、すごいなと思いましたね。あれでまただいぶ弱ったかもしれないですよね。確かに。アッパーで見てましたね、ボディとね。そうっすね。なかなか、あの距離でアッパーを勇気いりますし、あんなガンガンもらってるのに倒れないチャンピオンもすごいっすけどね。そうですね。あんな、たとれんすよね。また、万波のボクサーなら。今までやっぱりね、ダウンすら KO 負けもなかった選手で、あれだけはっきり、すごいですね。やっぱね。すごいですわ。ただそのフォスター選手の比較になると、もうワンランク僕上になってくるんですよ、ボクサー的には。だからその選手に対して、リッキー選手が、この間のボクシングにどう色付けをして、やっていくのか。
まあ、多分気持ち的には、まあ、今回のような試合をやってくれれば当然勝機は出てくると思うんですけど、ボクシングで見ると結構分悪いのかなと思っちゃうところもあるんですが、まあ、そこはね、まあこれからですよね。これからです。まあそのフォスター選手になるのか、また違う選手なのか分かんないですけどね。まあでも結果はそのね、二の次として世界戦をやってほしいですね。やってほしいですね。二対一、世界まで行ってほしいね。そうですね。二対一も世界取ろう。うん、取ってほしいですね。それこそ兄弟で世界だと面白いですよね。すごいですよね。二大タイトルだったから。まあそれも最高ですよ。ね、しかも日本、あや名古屋で。そうですね。そのフォスター選手なんか、僕はそのコルデナ選手の方のが相性はいいか、相性はいいのかなとは思ったりとか、確かに小川選手からああいう風なボクシングしたかもしれないですけど、またサウスポーになってくるとまた違いますかね、話が。そうですね。ただあのサウスポーに右は当たりやすいので、あの右ストレートはちょっと警戒しないと、怖い、怖いですね、怖いですね。めちゃくちゃ怖かったですね。逆にあのリキー選手の左は当たりやすい。あ、逆にですね。そうですね。あとフックスかね。前の手の手が、どうしてもやっぱりこう、まあ彼のスタイルなんでしょうけど、低い時が多いので、あれに対してフック合わせ、前の手でフック合わせるの怖いですね。そうですね。うん、技術的には多分コルデナ選手の方がうまいなと思うので、僕はですけど。うん、まあ本当でも世界戦やってほしいですね。見たいっす。あの、海外になっちゃうかもしれないですけどね。バイトマネーとかね。形ですね。それ 3D から頼みますよ、航空券。出しましょう。スリビーで。スリビーで。やっちゃう。やっちゃいましょう。いや、でも、本当、世界行ってほしいですね。もう間違いなく世界タイトルをやっていきたい。名古屋やったら、あの、日曜日にやってください。なぜ営業営業。土曜日書き入れ時なんですよ。ごめんなさい、本当に。な、そうか、リアルで見れないと。そうそうそう。でも、前回、あの、正道くんの試合行ったんですけど、まあ、すごい、それはそれで良かったんですけど、あの、気になる方は、前回の動画見てね。あれ、土曜日でしたっけ？土曜日です。土曜日、土曜日です。いました、いました。カメラ持って歩いてる人いた。ケースだったし、びっくりしました。イラさんやってくれないから、僕がやって一生懸命やる。あれ、隠し撮りで、捕まる寸前のやつだって。僕、3B 本当に終わっちゃったと思いました。よかったです。復活し遂げて。よかったです。はい。よかったです。まあでも、あの、リッキー選手ね、素晴らしい試合で、また日本のボクシング界でね、これからね、いい試合がいっぱいあるんで、あの、ケイゼさんがいらっしゃってるんでね、また別の番組でいろいろちょっと切っていきたいと思いますね。もう喜んで。はい。本当に。また再びね、リキー選手にエールをお一人ずついただきましょうか、ケイさん。よいしょ。はい。よいしょマサネ選手、あ、じゃあおかしいな。マサネ君。待ってるよ、ここ。空いてるから。ケイさんのここ空いてるよ。はい、空いてます。さあ、ケイゼさん。マサノリおめでとう。ここは、ここ空いてるよ、ここ。あ、これ、肩車、これ。ここ足です、ここ。いや、まあ、ほんとでも、おめでとう、ほんとに。ほんと、おめでとう。感動した。でも、世界チャンピオンだったら、あれですね、ケイさん、リングに上がって、肩車。はい、いいっすか。おー、そうそうそう。で、そのまま 3B のこの収録に連れてってもらって。このまま、相当辛いですね。日本でやれるかどうかっていうのはね、本当プロモーターさんも募集したいと思うんですけど、なんとか世界タイトルもね、取り付けてほしいなと。絶対世界取れますよ、本当に。取れますね、あの気持ちがあれば。うん、あと、タイミングですよね。今が多分一番強いんじゃないかなと思って。乗ってますね。今のうちですね。うちにやってほしいですね、本当にね。はい、まずはあの、しっかりあのダメージね、結構受けてると思うんで、休んでいただいて、また世界に動いてみたい。男や。はい、休んで飲みに行こうぜ。そっちですか。さあ、お二方ね、急な収録で、本当に申し訳ございません。ありがとうございました。ありがとうございました。いつも 3B チャンネルをご視聴いただき、ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。マジで。よいしょ。あ、マジで。はい。ケースから3つのお願いがあるんです。はい、1つ目は、マイトさんお願いします。チャンネル登録と友達を紹介してください。お願いします。何人紹介するとケイスさんからサインがプレゼントされます。でもいらない。二つ目はケイ君。そうですね。ケイさんとフーズ系。声ちっちゃい。声ちっちゃい。そのケイさんのフーズ系なんで、3Bチャンネルを応援していただけたらと、ケイさんが喜ぶんで。よろしくお願いします。
いい意味ですね。で3つ目は彼女募集中です。よろしくお願いします。自分だけやる。違いますね、ちょっと。あのコメントをぜひお願いします。あのお一人一人必ず返しますのでぜひお願いします。アンチ問わずお願いします。はい、アンチも待ってるぜ。お願いします。